ジョルジュ・ユイスマンは、フランスの歴史学者、アグレジェ、政治家である。カンヌ国際映画祭を創設し、1946年の第1回以降、1949年の第3回まで連続で審査委員長を務めた。1889年に生まれる。1929年、息子のドニが生まれる。商務省の内閣書機関長、ついで、 ポール・ドゥメール元老院議長の官房長官を務めている。ドゥメールが1931年に共和国大統領に選ばれた時に、ユイスマンは官房長官に泊まった。ドゥメールが暗殺された後、アルベール・ルブランが大統領に当選し、ユイスマンはエコール・デ・ボダールカ長としての業務を待機している期間にアンドレ・マーグルに代わって元老院議長の官房長官に就任した。 その後、求新社会党のエドアール・ダラディエ内閣のもとでは、ジャンゼイによって、エコール・デ・ボザール学長としての実務を執行するよう、選択された。ユイスマンは、フランス国内における映画の普及に協力し、特に1939年には、カンヌ国際映画祭を創設し、実現に取り組んだが、同年、ドイツのポーランド侵攻が起き、戦況を鑑みて断念した。 1940年には、マッシリア号に乗り込んでいる。マルセイユへ帰還し、ルイシャルルベレへの協力を得て、アルビ近くの農家で18ヶ月間隠れ住んだ。1942年に、ドイツ軍によって捕獲されたが、小説家のロラン、ドルジュレスに救出された。第二次世界大戦後の1946年、第一回カンヌ国際映画祭を開催することができ、ユイスマンは、 審査委員長に就任した。翌1947年の第2回、1949年の第3回でも審査委員長を務めた。1951年、バルドアーズ兼バルモンドアで死去した。満6 1から62歳ボー同年4月3日から開催された第4回カンヌ国際映画祭の審査委員長には、 小説家のアンドレ・モーロワが務め、以降は毎年新しい審査委員長が選出されることとなった。ありがとうございます。